大丈夫か整うまでちょっと待ってよパコ。優先マイクあるか、優先マイク。そうでございますね、その方が良いかもしれない、うんうんうん、はい。大体嫌な予感したんじゃ。あら前が徳だ、奥が徳だ。あら ガヤガヤしとるな。あ、いいやつと、これは、まあ、本田忠勝と。あららら、あ、これはこれ、ありがとう、ありがとう。ああ、みちゃみちゃん、ありがとう、ありがとう。ありがとう。はじめまして。改めてみんな、こんにちはじゃー。我ら、新州上田の上田城に毎日おる武将隊、新州上田おもてなし武将隊じゃん。はっ、私が、あの大河ドラマ、真田丸で堺雅人殿の甲冑は14キロ、私の甲冑は20キロ、堺さんに6キロかける。あの堺じゃないからな。あれ、しかも最終回ラストシーンで今年はきっと豊作でございますと言っておった領民五兵はこの私じゃ。史上初大河ドラマに出た武将隊の武将、真田幸村じゃ。幸村さん、幸村さん、じゃ皆の者、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 イエス、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 幸村さん。ありがとうございます、ありがとうございます。しかし今日こぼれて聞いとったが、我らが出た途端になんで太陽が出てくる。そして私のこの両脇におるのが新州上田が生んだ英雄、真田十勇士じゃ。木田銃の使い手の掛け銃の